子どもたちに科学に興味を持ってもらおうと、沼津市で高校生などが講師を務める科学イベントが開かれました。このイベントは科学の不思議や面白さを知ってもらおうと毎年開かれていて、今日は県東部の高校生や元科学教師など20以上の団体や個人がブースを設けました。加藤学園高校の科学部の生徒によるサイエンスショーでは、ドライアイスや液体窒素を使った実験が披露され、来場者は興味深そうに見つめていました。何が一番こう印象に残ってる？バナナ。バナナ。バナナ。頑張ってますね。高校生がこういうふうにやってるのどう思いました？すごい、素晴らしいと思いますよ。県東部には科学館がなく、主催者はこのイベントを通して幅広い世代に科学を体験してもらいたいとしています。